右手や左手でミュートしている状態の時にストロークすると、チャッという音がしますが、これをブラッシングと呼びます。このブラッシングを使うと、グルーブのあるストロークができますので、ぜひ学んでおきたいテクニックです。まず、右手ミュートでのブラッシングを見ていきましょう。右手でダウンストロークした直後に、右手小指側の手のひら側面で、 すべての弦をミュートすることでチャッという音を出します。